頭からヘリコプターを買い取りました。もうヘリはやめるということなんで、エアスキッパー50、リンケージロイは錆びてます。これをメンテしていきたいと思います。燃料タンクはありません。この部品とかちょっと仕入れないといけませんね。反対側、ハイパー、50のハイパーがついてますけどマフラーがないです。メカは一応ついてるみたいなんですけどね。で、フレイヤー、イーグルフレイヤーの60になります。60で案外でっかいんですけど、こちらも錆びてます。で、リンケージ類は全部交換になります。マフラーはファンテックですね。これはメカも一応ついてます。こちらが、T-Rex の初代の電動機ですね。一応モーターはついてますね。サーボもついてて、コパイロット2がついてます。で、こちらもやっぱし、リンケージ類錆びてますので、交換が必要です。こちらは、HK450、T-Rex の互換品ですけど、こちらも、金属部分は大抵錆びてますね。というわけで、これを全部メンテして、オークションとかで売ってみたいと思います。これだけじゃなく、あと送信機とかもいただいたんで、買い取ったんですけど、液晶の悪いのもとかあるんですけど、それはもう、部品取りみたいな感じになります。